江口くんと、はい。僕はこうやって話すのが、はい、もしかしたら初めてかもしれない。初めてですね。そうですね。なんか、現場で、こうがっつりと。現場ではちょっと距離を置いてたんで。ちょ、ちょ、やめてくださいよ嘘え？なんだ、なんか大きい人苦手です、僕。嘘嘘嘘自分え自分より大きい人もほら、なかなか出会わないじゃないですか。そうなんですか？でしょ？はい。でも本当に不思議な感じですよ。はい。ね。特に、江口くんは、こう、偉いから、はい僕と違って。どういうことなんですか？僕と違って偉いから、どういうことなんですか？わざわざ現場で低いマイクに入るんですよ。はいはい、宮野用の高いマイクが用意されていて、はい、まあ正直出るタイミングがいつも一緒じゃないですか。はいはい、あの懺悔と、はい。一緒に絡むシーンがね、はい、多いんでね。はい、なので、はい、僕がね、そのマイクに入ってしまうと、はい、リリチオマイクしか空いてないわけですよ。その時の江口くんの慌てっぷりったらなくて、ちょっとね、あれ、僕もなんでこんなところ入っちゃったんだろうって。そう。もう横にまだあるのに、とっさにリリチオマイク見つけたから、とりあえずリリチオマイク、あ、ここ全然入らないと思って。腰ぐらいしかないんですよ、だって。マイク。びっくりして。ねまあね、わあ、すごい子が現れたなと思ったわけですよ。いやいやいやこちらに、万里と懺悔の歌うワンウェイが収録されていますので、お楽しみにということで。いやいやいや。はい。なんですかえ、なんですかどうしよう。歌って変や。しょうがないじゃないですか。僕の力じゃないですからね。自分歌って変やん。ずっと僕だって。わし、デュエットって聞いとったら。自分叫んどるだけやないか。そう、僕も宮野さんと歌えるってすごい楽しみだったんですよ。宮野さんの歌を結構僕好きで。あらもダウンロードしてるんですよ、僕、iPod で。え、ほんと？そう。うわ、嬉しい。CD 買えよ。何をダウンロードで済ませようと。嘘iTunes! ありがとうありがとう聞いてたからすごい楽しみにしてたんですけど、まさかのツッコミだけだったんで。びっくりしたと思ったんですけど、でもね、そちらの方もね、そう、楽しみにしていただければと。ねえ、してください。はい、お願いします。さてさて、こんなお便りが届きました。お願いします。はい、下僕ネーム、いちごムースさんからいただきました。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いつも楽しく犬ボクシークレットサービスを見させてもらっています。ありがとう。突然ですが。突然だな。いいじゃないですか。いいじゃないですか。まあ、そう言ってるんですから。聞きましょう、聞きましょう。懺悔の能力である百目を使えるとしたら何を一番見たいですか。なるほどね。これからもずっと犬ボク大好きです。応援していますとのことです。はい。懺悔はもうなんか未来も過去も、はい、人の心も、ね、パンツも見えちゃうわけでしょ。パンツも、そうですね。パンツも見えてしまうわけですよ。リリチオ様見られてましたけれどもね。何見たいかな。いろいろね、見たいものっていうのはいろいろ存在するとは思うんですけれども。あ、でも、将来かな。将来。嘘。そんな、将来見たいですか？ちゃんとやっていけてるか。嘘。心配いります？うん、嘘。なんかミハルさんなんかなんかゴーマイウェイな感じしますけれども。一年後。嘘結構近い。一年後の自分結構近い。ミハルさんもう10年、20年先の自分まで見越してみたいなイメージがあったんですけれども。いやもう。そうですか。1年後の自分も。怖い。嘘。怖い。そんな普通キャラクターが急に。怖い。そんな怖いですか？この世界怖い。この世界怖い。今まで何を見てきたんですか？先輩、今まで何を見てきたんですか？江口くん、ド M なんでしょ？そうですね。何が見たいですか？何が見たいんですかね？うん。でも、何ですか？そうですね。でも、あの、女湯が覗いてみたい。マジかよ！お前、ベタだなちょっとそんなお前漫画にしか出てくれよそんなやつよ今ボソうわ超キャセ最近のマイクいいマイクですからきっとボソッと言うとも全部取ってますからね今全部本当は、うん、今電車がどれぐらい遅延してるのか知りたいか女言ってたか女言うマジかよごめんマジかよいな盛り上がってドエロドエロやめてエロやめてくださいよ江口でエロって結構苦労したんですよ僕さんずい抜いてエロって結構僕そこはね自分のネタに持ってくいやしたたかだね違うちょっとまとめようとしたじゃないですか僕なりにはいということでねお送りしてまいりましたラジオであやかし他人行儀はい今回はここでお別れのお時間でございますバイバーイ